サメンチャンネルの生田斗です。クロスピエース、ペナントレースの OB 企画やっていきたいと思います。今日はヤクルトとの8回戦、お相手は YS さんですね。お願いします。はい、YS さんの先発は金田さん。うわ、きつい。私の先発は久保さんですね。読売ジャイアンツのゲームを解説は、はい、ということで、YS さんの紹介をさせていただきます。YS さんはですね、16歳の高校生、最高打率は5割3分5厘の最高階級名人7位。疑問は1個ですね。私と同じですね。さあやっていきましょう。昨日は、昨日のね、動画は大逆転負け、悪夢の最終回だったんで、今日はね、しっかりともう勝ち切る、最後まで集中。ちょっとね、前回のね、あの動画見ていただいた方分かるんですけど、最終回ちょっとコナン君のモノマネとか調子乗ってやっちゃってて、しっかりボコボコされましたね。なので気を引き締めて、もう関係ない話しない、何ももう野球の話しかしない。いいですよ、もうボール球1投げ。バッティングの感覚は悪くないんで、ただあの点を取り切れてない感じがあったんで、得点圏でちょっと集中をしっかりとねキープしていきたいと思います。いいんじゃないですか。木澤くん、いきなり継いできましたね。このツーシームと、あとマッスラがあるんだったっけ。あ、違う、ツーシームとシンキングか。結構球速感が違うんで分かりそうですね。速いな、結構大勢さんみたいなイメージですね。昔の大勢さんのストレート。 OK、 帰らないからんな。小笠原道博、誰よりもグラウンドに早く来て誰よりも遅く帰る。練習の虫。いや、マジか。阿部慎之助、誰よりも遅くグラウンドに来て誰よりも早く帰る。すいません、嘘です。3点じゃ足りないよ、昨日の試合思い出して。またこの感じか、なんか嫌な予感すんな。さあ久保さんが先発ですね。ちょっと久保さんはもう3700だし、能力的にもかなりきついので多分打たれるんですよね。中継ぎのタイミング重要ですね。さあ1番塩見さん、そうそう、不明の変化球は決まりません。3球目は何で来るか。でね、今ね17勝21敗になっちゃったんですけど、多分過去最多じゃないかな。借金が4もある状態になってしまいました。やばいですね。現実の巨人今どんなですかね。これ撮影してるのが、5月の11日なんですけど、結構調子上げてきてるんですよね。私は一向に調子が上がらないんですか。うまい。いやー、久保さんやっぱきついよな。タイピン出るかな。タイピンでフォーク引っ掛けてもらえたらもう万々歳ですね。頼む。 OK、 OK、 タイピン継続。怖いな、胸高。まあ一発浴びても同点なんで、ちょっとポジティブにいきましょう。これでもうアウト1個取れたらラッキー。うまい。オッケー。パーラ結構守備いいんだよな。さあここで青木さん、ちょっとここ行かれそうだな。ナイスボールすぎる。
オーケー。でもこれさっきと同じ展開なんですよね。さっきと違うところね。ここでコールド圏内持っていきましょう。いや遅いなあれ。あ、それにスプリットもあるんか。結構球種強いっすね。いや詰まるわ。球種が結構強い。いや飛ばないよな。さあパーラ戻ってきました。パーラね、ちなみにあの昨日の撮影からずっとヒット打ってるんですよね。3打席連続ヒット中。また打つんだろうな。オッケー。パーラ警戒されてますね、だいぶ。いや、打つわ。打たんのかい。軽やかなステップ。このね、今ね、取った長岡さん、YS さんが一番好きな選手は長岡さんということですね。去年、ベスト9、ゴールデングラブ、どっちだったかな、取られたんで。もうかなり有望株ですよね。自分もショート動画に上げたんですけど、将来ねその WBC に選ばれるんじゃないかっていう若手の選手上げたんですけど、内山君とね、ヤクルトは内山君と長岡さん上げさせてもらいました。センターに大きな打球、センターオーバー、バッターランナーは二塁到達、ワンアウトランナー二塁となりました。1点取られたら変えましょうか。なんかすごい嫌な流れだな。変化しないちっちゃいフォークどう？あ、する方。自分でも制御できない。オッケー、取れるでしょ。で、YS さんが、ヤクルト純正を始めた理由なんですけども、うお、ナイスバッティング。小さい時からヤクルトファン、まあ、多分親の影響とかもね、あの昨日のね、コロコロタコさんに引き続きなんですけど、親の影響もあると思うんですけどね。さあ、超タイピンチ、桜井さん行きましょう。ピッチャーが変わります。マウンドには出てよ、タイピンチ。OK! 変化量マイナス1の超タイピンチ。そして惑わす D カーブ。これで内野フライですね。変化量大きいのかい、小さいのかい、どっちなんだい。こんなはずでは。そうでしょ、ナイバッティ。さあまたこれ悪夢がなんか蘇りそうな感じになってきましたね。まずい。嘘でしょ、どんだけ勝てない流れになってんのこれ。まあ、まだもう一回攻撃あるけども。 OK、なんとかまず追いつきましょう。近藤さんか。近藤さんって上方向がツーシームだったっけ。ちょっと分かんないですね。シュートか。シュートと言いつつツーシームか。いやボールか。どうよ、ナイバッチ、素晴らしい。この男ですよ、やっぱり。いいんじゃない。昨日の俺とは違う。あと最終回もビエラで締めですよ。逆転してね、しっかりと。いやだー、ほぼさ、田口さん、昨日打ってますから。いいねー、いっちゃう強制。いや、いい、止まらなくなってきた。うわー、めっちゃ曲がる。
すぐ止まった。めっちゃ曲がるな。さあ、そしてバッターボックスには亀井が入ります。さあ、ツーアウトながらなおもチャンスが続きます。すごいな、ハイピンチすごいな。いいっすね、ダンロップは先に行く。嘘でしょ、危ない。もう2点ぐらい欲しいな。ちょっと悪い流れ続いてるんで、ここしっかりとビエラに締めてもらいましょう。もうね、中途半端にね、ちょっと打たれそうなピッチャー行っちゃうともう流れができちゃうんで、相手にしっかりとビエラで締める。ビエラで打たれたら仕方ない、仕方ないんか、本当にこれ。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。嘘、ちょっとちょっと、なんかこの負ける流れ、何この絶対どういうこと、どうなってる、何がどうなってるんだい。ストライク、危ない。ちょっと捉えられまくってますね、めちゃくちゃ。ストライク、縦スラ浮いたらあかんよ、浮いたらあかんよ、浮いてるよ、危ない、ゲッツ、オーケー、ありがとうございました。やっとが出た。はい、ということで YS さんとの、ね、ヤクルト8回戦はなんとか逆転勝利することができました。ちょっと紹介漏れしたんですけども、 YS さんの、ね、趣味と、趣味はですね、音楽鑑賞、野球観戦で、好きな芸能人はユーリさんね、ドライフラワーとかね。今日はここで動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。